立憲民主党有田芳首、一般人を晒し者にして大炎上。先ほど立憲民主党の有田芳さんがこのように突然、一般の方の写真をツイッターに投稿いたしました。こちら、実名付きの写真なんですが、他にも次は北海道札幌市、Facebook 閉鎖かなどと連続で投稿してるんですが、有田さん、大丈夫でしょうか。 局実記を見て、発狂してしまったのかもしれませんけども、立憲民主党には、有田芳さんには、国会議員としてふさわしい振る舞いをしていただくよう、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました